今回はとある理由で太鼓の達人をやりに来たんですけど、その理由が知ってる人は知ってるんですけど、太鼓の名前を漢字にすることができるらしい。で、僕家で漢字にしてきて、まあ、これからちょっとね確認という感じでやりに行くんですけど、果たして本当になってるのか気になりますね。では早速行きましょう。ということでゲーセンに来ました。やっていきましょうか。すんごいワクワクする、ワクワクするのとドキドキするのと本当になってんのかめっちゃ気になる。果たして本当に漢字になっているのか僕実際に見てません。今日ね変えてから初めてゲーセンに来ました。行くぞ。ちなみに称号も変えてます。おおお、わあ、すげえ。僕らはもっとショーベルの前だショーです。あと10秒って言われちゃった。ちょっとズームします。やばい、すごいマイナスって出てんの。やばい、これマジすごい。ほらマイナス、ちょっと前がちょっと、下手というか字が、マイナス小、マイナス小です。で余談なんですけど、マイナス小って本当は入れたかったんですけど、マイナス OK、小も OK なんですけど、組み合わせてフルネームだと禁止みたいな、禁止用語みたいになってて。あ、不適切用語だ。なんかマイナス小が不適切用語みたいになってんじゃねえか。ふざけんな。だつまりマイナスか小どっちかはできるという結果です。これなんかやると2時間とかが減ったりとか曲が遊べなくなる。ちょっと詳しい情報わかんないんですけど、僕の場合は2時間が50個ぐらい減りました。だからまああんまおすすめしないというか、ただ普通にネタになるからやってみたかったっていう動画です。でもやっぱり昔ながらのドンダーってスコアネームイコールひらがな使えてもハテナとかそのくらいだけだったんで、漢字を使えるのはやばい。十何年太鼓やってますけど生まれて初めて感動しました。やる場合は自己責任ですかね。実際に見たかったら僕に会いに来てください。ということで今回は太鼓のスコアネームを漢字にしてみたという動画でした。やばいよね、マジでマイナスに感動した。